じゃあ L 問題オッケーやります。はい、どうぞ。はい、5期生の中で VTA の講師をするとしたら適任だと思う人は誰ですか？あー、なるほど。ブブなるほどね。この問題もやりてぇ。講師か。この問題もやりてぇ。日本を代表する漫画家。まあ、いっか。いや、どうだろうなぁ。VTA の講師をするのに適任の1期生ってこと？うん。どういう観点で選んでもいいですよ。喋りでも。これは授業してるかだよな。多分ジャンルがあるから、そのジャンルに特化した人なら適任にはなりそう。うん、確かに確かに。まあ、今の VT に必要なものだよな。重いよ。重いで。どうだろうね。むずいな。これ結構でも目がパッて決まったよ。うん、おお。いやー、なかなかこれは。わあ、むずいなこれ。エルも講師になりたくて、講師になってみたの配信したこの前。そうなんだ。5周年のやつじゃなかったっけ？5周年じゃないか。かな。あ、でもうん、そこらへんそこらへん。でやった。そう、5周年記念でなんか自分の過去のオーディション動画聞きながらやってた。っていうのも踏まえてでもいいです。あ、なるほど、ね。よし。では。オッケー。はい。おお。なるほど、うん、聞きたい、ね、理由。まあでも分からんとし、うん、分からんでもないわ。悩んだ、その、うん、どっちかね、うん、ジャンルで悩んだ感じ、うん、なんか L はデローンちゃんがそのキレイキャラみたいなのを確立するためにな計画してやってるんじゃないかって思ってそれを解説してほしい。なんか、あの、あんまり、なんか、切れすぎてもダメなんですよね。なんか、みんなにとって、だから、あなたたちも切れればいい、面白いっていうわけじゃなくて、私にとって、たまたまそのジャンルが特化したものだっただけで、みたいな。みんなにも光るものを磨いていってほしいです、みたいな。実は計算だった、みたいな。うん。のがあるかもしれないから。確かに計算やからな。そう、セルフプロデュース力があってのことかもしれないからなるほどね。それを解説してほしいです。あきくんちゃんは？なんか熱く語れるかなって思って熱量なら熱い。やる気ないなら帰れそういう感じ結局は切れてるよ確かにエルちゃんあれだね、配信もしてるのに自分で書かなかったんだね、うんうん、あ、ちょっと、うん、やってみてちょっと違うなって思ったあ、自己分析ができて偉い。やってみて自分じゃないなって思った私がミトちゃん選んだ理由は、うん、なんか今マルチでクリエイトできるライバーがちょっとずつ出てきてるから、うん、確かに確かに、その需要が多分今後出てきて、まあなんか二次三次全体サポートする人が来るんじゃないかなみたいな、結構目線で、うん、で月の先生が教えるみたいなのは面白いと思って。普通に一般に公開してほしいね、そのコンテンツ。確かに、うん、でも秘伝のタレみたいなもんじゃない あんまり見たしながら次かしながらがなるから、2時3時に入らないとそれ見れないみたいなもいもいは、なんかやっぱ面倒見がいい人が一番先生向いてんのかなって思って。ああ、確かに確かにそれはそう。一期生みんな面倒見いいし誰もできると思うけど、うん、やっぱちーちゃんはできるだろうなと思って。教室やってたしね、エーペックスの。担任の先生向いてそう。そうそう。確かに。教えてもらいたい。確かに確かに。何も用ないのに職員室行く。
邪魔しに行ってるだけ。千尋先生遊びに来たよって。そうY さんは Y さん Y 賞は Y 賞は楓ちゃんもよぎって、うんそう、うん、でなんかまたちょっと教えられることは全然違うなって思ってるんだけど、うん、Y 賞は、うん、あの学べればみんなできることを知ってると思う。そう、から Y 賞にしました。嘘、できるんですか？みんな。私は、うん、知れば誰でもできることを知ってます。マジか。これはいい食いつき。今すごい塾講師の CM みたいな。行きたいなー、水戸先生の授業。CM のやつじゃん。月額いくらですか？いやこれでね、お母さんが水戸先生が受けるだけでいいって言ってたもん。受けるだけじゃダメなの。ちゃんと復習しないと身につかないのよって。そうそうそう、みんな行きたがるんだ。情報教材売るからな。情報教材。そう、素材を渡してこれをいかに料理するかは皆さん次第です。そう、高値で、ね、売りますから、ね、情報教材。聞きてですね、シズリン、うん、かえでがロゴマーク、ロゴかえでがこれからこれ使うね、ロゴで。ほどね、あ、書いただけ。なんで、なんでかな。書いただけ。なんでかなーなんて。特に理由はない。VTA、アーティストオーディション開始。歌唱活動を中心とする VTuber、バーチャルアーティストオーディションを開始しました。ご応募お待ちしております。次は3日、次アーティストだよね。12日まででございます。そう、次の VTA はね、バーチャルアーティストオーディションなので。なるほど。来るんだったら、こうしてね。確かに。こうしてどうかなと。うん、なるほどね。はじめちゃんの理由も聞きたい。まあ、まあ、なんだろうな、そのやっぱりそのシズリンがアーティスト関連って言ってたけど、うん、それと似たような理由だよ。おー、うん、アーティスト活動のことについてやっぱり詳しいだろうし。いやー、西さんね、なんかこう、うん、お金が少ないとかね。VTA 出身者のさ、ミンサンジライバーさん、うん、基本的にユニットで出てくるじゃん、うん、で、うん、アーティスト活動とかしやすい人も多いだろうから、うん、やっぱりそのジャンル的にはそっち関連なのかなと思って。なるほどね、うん、なるほどね、うん、はいはいはい、メジャー系のことをいっぱい教えてあげられると。はーい。怖い。何この先生怖い。呼ばれたのかな今。呼んでいただいたら教えます。いや、おもろいな。おもろいね。うん。